昨年11月、よみうりランドで開催されたキッズ&ファミリーフェスティバル。1000人の子どもたちと1000人の保護者に福音が伝えられ、そのほとんどがイエス・キリストを受け入れました。今年はさらに1000人の中高生や青年たちに福音を伝えたいとビジョンを掲げ動き出しています。もうこれはもう 100% ユースのための伝道集会で、日本の若者のほとんどがですね、福音を聞いたことがないので、1回もとにかく1回でもいいから、まず福音を聞くチャンスを分かりやすく楽しく、そしてアグレッシブに元気よく、素晴らしいステージを用意したいなと思っています。そのユース向け伝道大会に向けて、決起大会パッションナイトが去る6月10日横浜市にある都築公会堂にて開催されました。第1部はパフォーマンスタイム、バンド、コント、ダンスなどユースたちが賜物を発揮しました。できるだけたくさんの人に笑顔を届けたいと思います。第2部はユースチャレンジ、K-POP で活躍するプロのミュージシャンたちがキリストの愛を携え来日しました。네、젊은친구들이、네、저희뭐연주를보고、네、조금이라도이렇게감동과은혜를받아서조금미래에이렇게신앙생활이나자기의꿈에이렇게도움이된다면、네、한명이라도이렇게보냈었다면저희는저희임무를다한것같습니다。저희가하는오늘공연을통해서오늘온어린친구들이나또다른분들이또큰감동을느낄수있다면또그리고한사람이라도더또교회에찾아오는일이있다면그게정말너무놀랍고기적같은일인것같아요그래서저희는그것때문에왔고이렇게초청해주셔서너무감사합니다메시지와소가신쇼키리스토교회리버사이드차펠의아마노히로마사씨가라스트제네레이션と題して語りました。人にはできないが神にはどんなことでもできる。私たちは福音のバトンを渡さなければならない。諦めないで伝え続けようとユースたちを励ましました。あなたは何のために人生をこれから過ごしていただいた。神様によく聞いていただきたいんです。ユースは招きに応答し、上からの力を注いでください、私を用いてくださいと決心を新たにしました。今年、キッズ&ファミリーフェスティバルとユースフェスティバルをよみうりランドで開催するためには500万円の必要があります。今年の11月、1000人のユースと1000人の子どもたちへ世界最高のメッセージ、福音が伝えられます。多くの魂が主に立ち返ることを信じ、期待し、祈りによって備えられています。